鈴木康友知事は今日、斉藤鉄夫国交大臣と面会し、リニア問題をめぐって国との連携について意見交換をしました。膠着状態が続く県と国の関係に動きは出てくるのでしょうか。あ、鈴木知事、どうぞ。どうも。いやいや、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ご無沙汰。ありがとうございます。よろしく。今日、就任の挨拶で斉藤鉄夫国交大臣のもとを訪ねた鈴木知事。冒頭のみ公開で行われた面会では、リニア工事をめぐる国との連携について意見が交わされました。これが整備されますと、東海道新幹線の二重計画によりまして、非常に防災上もですね、非常に強固なものができますし、新たな高速鉄道として非常に大きな効果があるというふうに思っておりますので、その必要性については私もしっかり理解をしているつもりでございます。国土交通省といたしましても、大井川の水資源の問題、はい、それから南アルプスの環境保全の問題、はいはい、問題、これは大変重要な問題で、はい、今はモニタリング会議を設けまして、はいはいはい、その有識者検討会議のとに基づいてですね、JR 東海が対応しているか、それを国も関与しながら一緒に議論させて、はいいただいているところでございます。リニア問題を担当する国交省、川勝前知事は国交省に対しても厳しい姿勢で臨み、良好な関係とは言えませんでした。リニア推進の立場を示している鈴木知事は、国交省とどう関係を築いていくのでしょうか。こうして面会をしてコミュニケーションを取っていくということは、お互いの信頼関係を築く上でもですね、大変重要なことだというふうに思っております。水の問題と環境の問題、これはないがしろにはできませんので、ぜひ国としても今後ともですね、いろいろご指導いただきたいということで、国のご支援のお願いをいたしました。川勝県政時代は斉藤国交大臣との面会はなく、知事と大臣という立場では初めての面会となった今日の意見交換。鈴木知事は今後も定期的に面会する機会を作っていきたいと話しました。